憂鬱だわ。とってもとっても憂鬱だわ。バレンタインデー、思い人へ甘い甘いお菓子を渡す日なのだと聞いて、まあそれは素敵ねと思ったのだけれど、はあ、がっかり。なんということでしょう。あたし、ああ、しょんぼりしてしまうわ。マスター、ああ、マスター、マスター、あたしのマスター、聞いてちょうだい。今日はバレンタインデーなのでしょ。思い人へ甘いものを贈る日なのでしょ。それなら首以外はありえないと思ったのに、みんな思い思いのお菓子を用意しているんですもの。これじゃ丹精込めて首を作った私がなんだかとってもバカみたい。ああ、憂鬱だわ。私の作った首が見たいのね。ああ、そんな風に言ってくれるマスターは好きよ。ああ、もちろん本物の首ではないわ。チョコレート。そう、チョコレート、チョコレート。耳慣れないけれど、とっても素敵な異郷の響きよね。バレンタインデーといえばチョコレートなのよね。お友達に教えてもらったの。ねえマスター、あたしにお友達ができたのよ。お父様に殺されてしまうより前にはあんな風に楽しくおしゃべりできる相手なんて、ほとんどいなくて、それに私の知らないたくさんの物語を知っていて、彼女はとっても素敵なの。私、あんな風に素敵な女性になってみたかった。マスターは英霊との巡り合わせがいいのね。彼女、ああ、シェヘラザード、とっても素敵なお方。ね、じゃあマスター、そろそろ私のとっておき見せてあげるわね。はい、首なんて用意しないわ。そんなものを用意したら、ほら、その意味が変わってしまうというか、その、もうバカね、私に何を言わせたいのかしら。これを作るのにもね、シェヘラザードにお手伝いしてもらったのよ。昨日は本当に楽しくて。そう、厨房には私たち以外にもたくさんの英霊がいて、きちんと話せたのはシェヘラザードくらいだけど、他のみんなもとても明るくて楽し
ところで私もなんだか晴れやかな気持ちになったわ。楽しいところね、カルデア。とっても楽しいから、この楽しいのがプツリと終わったりしないよう、なるべく、なるべく、私も我慢するわね。それじゃあまたね、マスター。素敵なバレンタインデーを過ごしてね。私はお友達になってくれそうな英霊たちに、この小さなヨカナーンたちを配って歩こうと思うの。